こんばんは。ここはね、横須賀港のフェリーターミナルです。目の前に止まっているのがね、東京九州フェリーの、浜遊という大きな船です。今日はこれからこのね、浜遊に乗って、北九州の新門司港フェリーターミナルまで行きます。実はね、東京九州フェリー、4、5回乗ったことあるんですけども、いずれもね、新門司から横須賀までということだったんですが、今回初めて横須賀からね、新門司まで乗ります。で、今までのね、過去いずれもね、新門司から横須賀はね、東京九州フェリーの、ソレイユだったんですよね。1回だけね、新日本海フェリーのスズランかな、乗ったことあるんですけどもね、それ以外はね、いずれもね、ソレイユだったんですが、今回初めて横須賀から、新門司まで、かつね、もう一隻のやつね、浜遊に乗ります。中の設備などはね、浜遊、ソレイユ共通なんですけどもね、若干ね、船内の色などが違うようです。今回はね、東急一番安いね、ツーリスト A というやつに乗ります。まあ、カプセルホテルの、カプセルホテル式のね、部屋ではないですね、ベッドなんですけども、あいにくね、角部屋取れなかったんで、まあ、上下の下段の方に乗ります。出港が23時45分で、乗船が23時ということで、もうちょっと時間があるんでね、まあ、もうちょっと待とうと思います。ではね、よろしくお願いします。さっきね、夜ご飯食べてきたんで、横須賀の海軍カレーめちゃくちゃ美味しかったです。ちょうど今ね、船内の清掃の、方たちがね、ちょうど清掃終わって降りてくるところかな。いっぱいね、降りてきます。これ長さがね、225メートルくらいあってね、すごい大きな船なんですよね。ちょうどここ真ん中のところね、これね、こう、なんていうのかな、ここね、露天風呂なんですよね。ちょうど露天風呂がね、真ん中に見えるんですけども、ここのとこね、露天風呂なんですよね。
ちょっと横須賀港を出港して、360度元に戻っちゃって180度方向転換をして、進みます。ちょうどね、さっきまでは、右舷側が横須賀の市街地が見えたんですけども、180度方向転換して今左側に、横須賀の市街地が見えております。さあ出港もね見届けたので早速中に入っていこうと思います。あんまり外にいると寒いんでね。風呂入ってきました。いやね、1時ちょうどくらいに、ね、行ったもんですから、結構ねガラガラでほぼ貸し切り状態で、足を伸ばせて、思いっきり足を伸ばせてね入ることができました。いや気持ちよかったです。おはようございます。今の時間が、ね、8時40分ということで、爆睡しました。東京九州フェリー2日目の朝です。次の日の朝です。いやあいにくね、曇ってるんですけどもね、雨は降ってないんでね、まあ、あの景色はね十分見えるかなということで、いや昨日ね2時くらいにね、フットコに入ったんですけどね、爆睡しました。多分ね、いびきかいていたんじゃないかなと思うくらいね爆睡したんですけども、右舷側こちら見えますかね、貨物船をね追い抜いていくところなんですけど、もうちょっと前の方をね見ると、オーシャン東急フェリー、東京からね徳島経由北九州まで行くね、あの自販機だらけのフェリーがね前を走ってるところで、ね、もしかしたらね追い抜いてくるところ見えるんじゃないかなと思うんですけども、東京九州フェリーのね、新門司への到着が夜の8時半くらいということで、まだあとね12時間近くあるので、まあ、今日はねのんびり過ごそうかなと思います。
今の時間がね9時55分なんですけども、10時からね10時10分くらいかな、反対側のね、新文字から横須賀に向かうね、それ言うとね、すれ違うので、早速ねこの、洗浄デッキに出てきました。いや5階ね、5階のバーベキューガーデンとかね、あそこ昼間っていうか、レストラン営業時間外に、ね、開放してるんですね。俺初めて知りました。はい、すれ違いの、ね、案内放送が流れるとね、どうしても人が集まってきて、ね、混んじゃうので、早めに、こちらに行きました。時間が15時20分ということで、お風呂を入ってきました。風呂上がりはね天然のクーラーで、この洗浄デッキ出ると、これ最高に気持ちいいですよね。ちょうどね、目の前、これ足摺岬を通り過ぎたところです。いよいよね、この東京九州フェリー浜遊も、九州に近づいてきました。
というわけで、新門司港フェリーターミナルに着きました。でそこからね、送迎バスに乗ってここは、JR 九州の小倉駅です。昨日の夜ね23時45分に横須賀港を出港して21時ちょうどに着きました。いやー寒いちょっとで今日ね半袖の T シャツなんですよね。まあまあまあでもねちょっとこれからね、助さんうどんに夜ご飯を食べに行こうと思います。初めてね横須賀港から、北九州の新門司港まで、東京経由、九州フェリーに乗りました。いや相変わらずねツーリスト A だったんですけどもね十分快適でした。興味ある方はね、乗ってみてください。今回の動画はここまでです。最後まで